はい、では行きましょう。ルートの情報と情報、掛け算と割り算のことですね。ここのルートの掛け算割り算ができるようになれば、もう大抵のね、計算っていうのはできるようになるので、ぜひぜひマスターしてください。で、ポイントがあって、ルートの掛け算はできるだけ簡単にしてからやろうねと。もしくは分解してやっていこうねと。で、ルートの割り算はいきなり分数にしてしまうと結構うまくいくことが多いよと。この2つを、意識してね、実際例題見ていきましょう。まず1番目、ルート 3× ルート6ですね。これは通常通りルート 3× ルート6はとりあえずもう掛け算してルート18にして3ルート2ってやってもええんやけれども、こういう風にちょっと数字が大きくなってきたりしたら大変なんですね。だからこれはぜひぜひ分解してくださいと。分解するって何やっていうと、ルート 3× ルート6なんですね。で、ルート6ってルート 3× ルート2と同じですよね。こういう風にルート6をルート 3× ルート2に分解すると、なんでそんなことするかっていうと、ほんならこのルート3とこのルート3、こいつらが計算できてなんぼになるんですか。ルート3とルート3同じもんかけたらルート外れるから3になるんですね。ほんならもうこれ3ルート2やんっていう風に楽に計算できるんですね、慣れてしまえば。これに慣れるとこういう大きい数になった時も簡単にできるようになるんですね。だからぜひぜひこのやり方に慣れてください。OK ですか。で、その次、過去にルート 12× ルート28。これも、ね、今みたいにやってもちろんいいんです。ルート 12× ルート28はね、ルート12っていうことは、ルート 3× ルート4やなと。でやる。ルート28はルート 7× ルート4やなとやると。こういう風に分解して、で、このルート 4× ルート4。同じもんかけたらルート外れるから4になるなと。で、ルート3とルート7はそのままかけたら21やなと。ということで4ルート21ってやってもええんやけども、掛け算の鉄則はさっきも言ったけど、できるだけ簡単にしてからやると。それでも無理なら分解してやろうっていうことなんで、ルート12ってよう考えたら、これ簡単にしたら2ルート3ですよね。で、ルート28って2ルート7ですよね。こういうふうに簡単にしてからやるのが一番、いいんですね。括弧1の場合はルート3もルート6ももうこれ以上簡単にできひんから分解でやったけど、括弧2っていうのはとりあえずまず簡単にできるやないかと。やから2ルート 3×2 ルート7で、これ 2×2 は4になる。ルート 3×ルート7はルート21になる。だから4ルート21っていう風にできるんですね。だから掛け算の場合はできるだけ簡単にする。それが簡単にするのが無理なら次は分解して考えるっていう、この2つの考え方をしっかりマスターしておいてくださいね。そのための類題が4番です。これ使えばね、この2つの考え方はしっかりマスターできると思います。次、過去三角形の割り算いきましょう。割り算はいきなり分数にするのがいいよとね。確かにこの過去3はルート50っていうのが5ルート2で、ルート18っていうのが3ルート2ってできるんやけどね。だから3ルート2分の5ルート2ってやって、で、答えは3分の5ってやるのももちろんいいんやけれども、これ今回はたまたまうまいことルート2とルート2が約分して綺麗にいったけど、それができない場合も結構あるんですね。だからもう僕は分数の場合はいきなり、割り算の場合はもういきなり分数、どんな時でもいきなり分数にするのが一番シンプルかなと思ってます。なのでね、まあその辺は自分でいろんな問題解きながらやり方を見つけていってください。もちろんこのやり方があかんっていうわけじゃないですね。このやり方も全然 OK ですし、ね、もう割り算の場合はいきなり分数にしたら大体約分できるんで、簡単になることがほとんどです。なので割り算の場合はいきなり分数っていう方法をお勧めしてます。なのでいきなり分数にするとどうなるか。ルート50はルート18、ルートはつけるも離すも10やか、ルート18分の50にできるんですね。でこれを約分すると、2で割ったら9分の25になると。ほなルート9は3、ルート25は5やから3分の5ってわかるんですね。過去4でも一緒です。4ルート2は5ルート3。これもいきなり分数にするんですね。つまり5ルート3分の4ルート2にすると。で、これはこれ以上約分できひん。だから分母、ルートがあるから分母の有理化ですね。有理化さっきの動画でやりましたね。だから分母の有理化をしようと。つまり、ここに両方にかけるルート3をかけたら、しっかり有理化ができるんですね。で、5ルート3かけるルート3、5かける3で15。4ルート2かけるルート3は4ルート6やから15分の4ルート6になるよと。っていうことですね。だから割り算はいきなり分数にするとうまいこといきますっていうのが、ここで練習であるんですね。で、最後この5と6は掛け算がいっぱいとか割り算と掛け算が混ざってたりするけど、結局やることは一緒ですね。これかて、ルート12っていうのが何ルート何ですかっていうと、2ルート3なんですね。ほんならこのルート3かける2ルート3。で、またね、計算が進んで簡単にできますよね。で、次6番の場合は、これは、
いきなり分数、割り算と掛け算があっても一緒です。割り算があったもいきなり分数にするのがいいんで、とりあえずどれが分母でどれが分子かっていうふうに考えるんですね。ルート18は分母ですか分子ですかっていうと、これは分子なんですね。で次のルート8は割るがあるからこれは分母に行くよと。で、ルート27は分子に行くよと。そして、あとは約分できるだけやるんですね。8と18で約分したりして、それで、計算を進めていくっていう流れですね。これがね、ノーヒントでできるようにしっかり練習しておきましょう。この問題集を使ってる人はね、もちろんこの問題をしっかりやって、で、さらに右側にたくさん問題ありますよね。こんだけやれば十分身につくと思います。で、この問題集じゃない人もね、このルートの掛け算割り算はとても大事なところで、必ず載ってるんでね、それを見て、ノーヒントでできるようにしっかり練習しておきましょう。